映画全史博物館が入っているかつての給水塔の建物カメラオブスクラ内の東映宅、室内が明るい状態東映宅、東映時映画全史博物館は映画が発明される以前の動画への取り組みを取り上げた常設展示施設である。世界最大の内部に入ることができるカメラオブスクラを備えたこの施設はドイツ西部ノルトラインベストファーレン州ミュールハイム。 アンデアルールのブロイヒ地区にある高さ38メートルの給水塔だった建物に入っている。このかつての給水塔は隣接しているかつての線稽湖の後であるミュールハイム機関車庫とともに産業遺産をめぐる産業文化の道の一部となっている。この給水塔は1904年にルール渓谷鉄道の一部である下ルール警告鉄道の蒸気機関車を整備していた。 ミュールハイム・シュペルドルフ鉄道工場の一部に建てられたものであった。この施設は1943年の空襲によってほぼ完全に破壊されたが、給水塔は破壊を免れた。1992年に州演芸店ムーガが当地で開催された際にベルナーネ・テスの発案によって世界最大の内部に入ることができるカメラオブスクラが給水タンクの中に設置された。 イエナのカールツイス社が技術面を支援し、25万ユーロの費用は全額が寄付金によって賄われた。このカメラオブスクラは、全周360度のパノラマ展望によって演芸祭の会場を見渡し、さらにルール地方を広く眺望することが可能になっている。東映宅には、塔から十三メートル以上離れている対象物であれば、地平線近くに演望されるものまで、 何でも投影することができる。カメラオブスクラと博物館の案内図給水タンクが内部に入ることができるピンホールカメラという新たな用途に用いられるようになった後も、塔と土台は短期間だけレストランに使用された他は空き家になっており、倒壊も危惧された。2005年までかかってようやく十分な資金が集まり、博物館とするために塔の内部の改装と増築が着手された。 展示空間のコンセプトは、ハンス・ヘルマン・ホーフ・シュタットによって設計され、博物館は2006年9月に開館した。展示内容の計画は、美術シアで、博物館長のトビアス・カウフ・ホルトが、収集家 KHW ・シュテッケリングスの助言を、得ながら進めた。ブッパータール産業 KH 水槽以下の3つのフロアには、ブッパータールの実業家 KHW ・シュテッケリングス、 が収集した1100点以上の品が展示されている。1750年から1930年までの期間におけるこの映画発明以前の技術開発の記録はいかにして絵を動かせるようになったのかを表したものである。展示物の中には万華鏡、厳冬期、ゾグラスコープ、フェナキストスコープなど映画や写真が発明される以前の時代を訪問者に経験させるものがある。 サムラー KHW ステキリングスミュージアムツアーボーガシクトでフィルムズ2012年6月21日閲覧ありがとうございます